元日本代表ミッドフィールダー柏木陽介、かけがえのない最高のサッカー人生でした。FC 岐阜発1日、元日本代表 MF 柏木陽介が2023シーズン限りで現役を引退することを発表した。サンフレッチェ広島の育成組織出身で、2005年にトップチームデビューを果たした。2010年から10シーズン在籍した浦和レッズでは、クラブ公式戦通算409試合に出場し、49得点110アシストを記録。また、各年代の日本代表に選出された経歴を持ち、2010年にデビューした E 代表では通算11キャップを誇っている。今の浦和のアタッキングサードのアイデアの少なさに直面するたび、柏木のような選手はいたらなぁと思ってしまう。広島時代は技術も運動量もあって現代サッカーの申し子のような選手だった。浦和の頃は攻撃面の要的なイメージがついてたけど、割と守備面でも重要な役割の選手でしたね。浦和時代攻撃の要、彼からのパスに心臓、武藤、B がボールを奪う、特に心臓さんとのコンビは頼もしかった。日本代表でやっと3が抜けた後、代表で欠かせない活躍を数試合連続で注目を浴びた時は、このまま芽生えました。理由があり、J3 チームに移籍したと記憶しているが、それでも腐らずに FC 岐阜で懸命にプレーしていた印象がある。いわゆる調子乗り世代と呼ばれた彼らが好きで、この先どんな未来が待ってるのだろうとワクワクしたもんです。テクニックやちょっとチャラついたイメージはありましたが、実際のプレースタイルとしてはとにかくよく走る汗かきや、献身的なプレイヤーでした。2桁得点近く、2桁アシストがザラなんて選手、また浦和に現れるのだろうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。